さあ、こんばんは、ティンダーの役は金田です。小中高の図書館でよく借りるのはバッテリーですね。その作者、誰でしょうか？浅野敦子さんです。その功績はですね、児童文学作家で、まあ作家ですね。岡山生まれ、本名、漢字で書くと、浅野拓磨の朝に、のに、厚子、厚、前田厚子さんの厚子ですね。はい。青学卒業の方で仕事を持った両親の代わりに祖母と過ごすことが多く、おばあちゃん子だそうです。いやー、おっと向けーですね。これ、シャーロック・ホームズを読んで、これね、小説家さんの面白を知って、まあ、結婚、出産、子育てを経て、作家デビュー。いやー、すごいですね。やっぱり野球に打ち込む中学生の姿を通して、少年たちの友情を描いたバッテリーが一番面白いです。バッテリー2もあるそうです。いやー、SF、まあ、空想科学小説。エッセイなどいろいろ執筆活動をしたそうです。ホタル館の物語の都市シリーズ化されたそうです。ナンバー6、ガールズブルー、ザ・マンザイ、魅力など人気シリーズがあるそうです。はい、以上です。バイバイ。